ウィリアム・キャブデンは、イングランドの考古家、歴史学者、知史学者、文章館、考古家の代表的人物。主な著作として、ブリテン諸島の知識研考古学書のブリタニアなどがある。1551年、ロンドンに生まれる。父親は、学校で、リバリカンパニーの学校ギルドの一員だった。ウィリアムが幼い頃に父親は亡くなってしまうが、被護者に恵まれ、 セントポールズスクールを経て1566年、オックスフォード大学に進学する。オックスフォードでは、フィリップ・シドニーと友人になる。1571年、同校内の宗教対立により、学位を得ぬまま帰郷する。1575年、ウェストミンスタースクールの教師に就任する。この前後から、ブリタニアの取材のための旅行を重ね、1586年に、 初版を刊行する。以降も1607年まで改版と旅行を重ね、その間に国際的有名人になる。1593年にはウェストミンスターの学長に就任。1597年にはクラレンス文章館に就任する。1605年に火薬陰謀事件が起こると雇用学者として後半記録のラテン語訳などを行った。 晩年の1622年には、母校オックスフォードに基金を提供し、同校最初の歴史学講座を開設した。1623年、聖居。生涯独身だった。キャムデンの名にちなむものとして、上記のオックスフォード歴史学講座のキャムデン教授職や、19世紀に、ゴシックリバイバル建築を後押しした、ケンブリッジカムデンソサイティ、古文書の出版団体カムデンソサイティなどがある。 ブリタニア第六版の口へ、ブリテン島の地図を囲んで、女神、ブリタニア、ネプチューン、セレスが描かれている。1586年初版、1607年第六版。版を重ねるにつれ、取材旅行や一時資料の分析による過失や、差し絵の追加、半径の巨大化が進んだ。その間、英国で盛んに読まれるとともに、ヨーロッパ大陸でも出版され、 キャムデンを国際的有名人にした。これらの版はいずれも国際共通語のラテン語で書かれていたが、1610年に第6版の英訳がフィルメオン・ホランドによって刊行され、そちらも版を重ねた。1695年には新たな英訳がエドムンド・ギブソンによって複数著者のホイツキで刊行された。本書は1000ページを超える大著であり、扱う内容も多岐にわたる。 とりわけ、イギリス人の起源や、ストーンヘンジ、ハドリアノスの頂上、ローマ帝国期の地名の否定、アーサー・オーの十字架名家の家系、各地の怪奇現象や巨人伝説といった民間伝承を扱う。また、化石の出土やビーバーの絶滅といった、博物学的、古生物学的内容も扱う。そのような内容の広範さや、執筆手法から、本書は、 西洋考古学のカノンに位置づけられる。本書が書かれたきっかけとして、フランドル人の地理学者、アブラハム・オルテリウスからの執筆依頼があった。オルテリウスは1571年に英国を訪れていた。オルテリウスを含む後期ルネサンスの学者たちは、ローマ帝国期の地名の否定を通じて、古代ローマの再現を行っていた。本書もその一環として書かれた。 本書が影響を受けたものとして、先達の広告家、ジョン・リーランドが書いた英国各地の修道院、巡行録や、ウィリアム・ランバードによるアングロサクソン研究がある。ランバードとキャムデンは書簡を交わす中でもあった。火薬陰謀事件の後の晩では、事件をめぐるフォークロアや、首謀者たちに対する非難、陰謀を暴いた、モンティーグル教の家系への賛辞が過失された。 本書が盛んに読まれた時代背景として、ローマ教会からの離脱が決定的になったエリザベス長期における、下からの愛国主義の盛り上がりや、国民の形成、地主主配体制による名家の家系の重要視があった。アナールから1675年版の口へ1615年初版、エリザベス長の年代記、ウィリアム・セシルの依頼で書かれた。 知性後半部分は没も出版された。本書も公表を得た。1605年初版。唯一の英語著作。ブリタニアよりも日常的な内容やサクソン人の建国を扱う。本書も公表を得て、版を重ねた。1600年初版。ウェストミンスター寺院の墓碑名の研究。その他、古典ギリシア語文法の教科書。 インスティチューショーグラハケグラマティセズコンペンディレアイン、ユーズムレギアエスコライウエストモニステリエンシスや、火薬陰謀事件の後半記録のラテン語訳、アクシャオインヘンライカムガーネタム、ソサエタテスジーザテキーインアングリアスピリラムを書いた。ありがとうございます。